はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日は2015年12月31日、大晦日です。ということでね、今日は年越しそばを食べながら2015年を振り返ってみたいと思います。いただきます。あー、最高。振り返るといろいろあるんですが、まずあれですね、コブクロさんのミュージックビデオ撮影の裏側に密着しました。お疲れ様です。ドラゲない、お疲れ様です。ドラゲない、ずっとね、もう撮影されてなんか嘘ついてませんよ。嘘はついてる、全部見ました。そうですね、レディースのエルでしたっけ。ジュニアエル、誰がジュニアエル。はい、続きまして、今年の5月にはドイツに行きました。あれはね、トヨタさんのお仕事でニュルブルクリンク24時間耐久レースっていうのをね、見にダンテと一緒に行きました。今実は海外にいるんですけど、ここドイツのグルブルクというところに来ております。僕らも楽しみながら走りたいなと思います。はい、頑張ってください。レクサス LFA ですね。 LFA コード X がクラス別で現時点で1位。ぜひモータースポーツ一度でもいいので見に来てください。はい、続きまして、ぷよぷよボール風呂です。これはね、今までで一番大変でしたね。ぷよぷよボール10万粒用意しました。うわ、やばいなこれ。ちょっとじゃじゃーん。あ、おはようございます。どっちかっていうと撮影より片付けの方がね、ものすごい時間かかりました。はい、続きまして、今年一番、いや今までで一番の思い出かなと思うんですが、 YouTube テーマソングです。 YouTube YouTube Broadcast yourself yeah. YouTube YouTube 主役は君なのさ。 YouTube YouTube 夢をつかめ。ハロー YouTube。 この曲はですね、僕が2012年に作詞作曲をした曲です。で、当時はね、1番だけアカペラで作ったんですけれど、当時結構好評いただきまして、ずっとヒカキンといつか CD にしたいよねっていう話をして、3年が経ち、ついについに今年の夏正式にね、リリースすることができて、本当に嬉しかったですね。まあとにかくね、今までで一番制作に時間のかかった作品でしたね。でもね、現時点でミュージックビデオ1800万再生を超えております。本当に皆さんたくさんご覧いただきましてありがとうございます。続きまして、僕セイキンのソロデビューシングル Just Do It Now。 貫く先見えるものは何。 Just Do It Now Do It Now 今しかない。僕だけの宇宙この手の中に。こちらね、僕一人のソロということで、これもね、すごい思い出の一曲ですね。この曲も楽曲制作もそうですし、それからミュージックビデオの撮影もすごい時間かかりました。でもね、本当にいい経験をさせてもらったなと思っています。はい、続きまして、加山雄三さんとのコラボです。加山雄三さんといったらね、超大御所です。加山雄三と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まさかお会いできるなんて。ピータンガユっていうのをね、お作れそうな気がするんでね。おこんなところで歌わんじゃないんだよな。あ、お前おすごい美味しい。うん、本当。はい、これ美味しいと思うのは大人だよ。体に良さそう。体に良いね。これはもうお茶漬けはもうバッチリだね。あ、本当ですか。みんなも頑張れ。桜吹雪のあれを作ったの加山さんですからね。はい、続いて最後になります。今年の11月に行われた YouTube ファンフェスト、そして YouFest2015 ですね。
YouTube ファンフェストに関しては許諾の関係もあって僕の方では動画ちょっと出せないんですが、公式の動画上がってますので、概要欄から見えるようにしておきます。セイキンさんの登場です。どうぞ。貫く先見えるものは何。 Just do it now, do it now、 今しかない、僕だけの宇宙、この手の中に。 Just do it now, do it now、 変わりはいない、この身一つで覆してみせる。 Here we go。素晴らしい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そうです、ヒカキン&セイキンの YouTube テーマソングです。今日は日曜日、外は雨降りだ、何をしようか、そうだ YouTube 見よう。24時間朝昼夜でも好きな時間に好きな動画見よう。 Let's try again! Hey! YouTube! YouTube! Broadcast yourself! Yeah! YouTube! YouTube! 主役は君なのさ、夢をつかめ YouTube!ありがとうございました。普段はねこうやってカメラ、画面の向こうの皆さんに、向かって喋ってるんですが、やっぱり生でねこう皆さんを近くに感じながら、歌うことができたっていうのはすごく楽しかったですね。ご来場いただいた皆さん本当にありがとうございます。はい、ということなんですが、今年は僕の YouTube 活動の中でも最も充実した1年だったなと思っております。あの日々のセイキン TV、 セイキンゲームズに加え、企業様とのコラボのお仕事、それからゲームのイベントもかなり出演させていただきました。それから楽曲制作、ミュージックビデオ制作などなど、まあ怒涛の日々でしたね。でも改めてこうやって振り返ってみると、全ての思い出が本当に宝だと思っております。ほんとすごい1年だったなって思うんですが、もちろん自分なりに反省点もたくさんあります。まだまだやりたいけどできてないことも山のようにあります。まあそれを今後、来年、徐々に実現していけたらなと思っております。でこの場で特にね来年の目標とかは、僕は言いません。まあ僕自身はね明確な目標があるので、それを実現できるようにまた2016年頑張ってまいりたいと思います。いつもなかなか言えませんが、2015年セイキンを応援してくださった皆さん本当にありがとうございます。また来年2016年も僕セイキンらしく、一生懸命頑張りますので、変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。それではまた2016年にお会いしましょう。 See you next year! YouTube YouTube Broadcast yourself Yeah YouTube YouTube 夢をつかめ YouTube